これまでなかったような取り組みをですね、どんどん手掛けていって、まあ、時には失敗するかもしれませんけれども、いろんなチャレンジをやってですね、面白いコンテンツを届けていこうと。北九州市の FM ラジオ局クロス FM の会長に就任したホリエモンの愛称で知られる福岡県出身の堀江貴文さんらが今日会見を開き、新たな経営方針を説明しました。キャッチコピーは電波を使った大実験を使用。今後人工知能 AI がニュースを読んだり、オンラインで番組作りのアイデアを募ったりするなど、実験的な取り組みを始めます。もう小さい小回りが利く組織だからこそ数ヶ月間でお見せできる。堀江さんは今回北九州市アドバイザーにも就任。地域のために面白いコンテンツを届けたいとしています。